させていただいて、はい、今日ですね、はい、まあ特別チャンネル、はい、あの急遽ですね、はい、あのファーストテニスアカデミーさんにちょっとお邪魔させていただいて、はい、ありがとうございます。まああの今ちょっと雨がね、そうですね、ちょっと降ったんで今ちょっとあの中に入れさせてもらってるんですけども、あのすごく緊張しまして、してしまいまして、で、いつものちょっと感じじゃないような感じです、はい、あのして、またすぐね、そうですね、子供たちもまた勉強も、はい、あのしますね、初めて教育ができてるなと思いますので、まあそんな中、まあまあ、あの、まあ、ちょっと質問、ね、はい、ね、そうですね、まあまあ、ひらくんはひらくんで、ダイナミック杉澤さんと、ね、あの、まあ、大車輪サーブの、あの質問でもいいですし、ですけど、まあ、私から、ちょっと、あの、まず、あの、何点かね、はい、あの、杉澤さんに質問させてもらってるんですけども、4、5年前、ある社長さんから誘っていただいて、それから急に、まあのめり込んだ、はい、あの形になりまして、いや、大噂は金がです、はい、私もあの実は中学時代はソフトテニスをやってまして、はいはい、で高校で硬式テニスをやってたんですけど、それからちょっと大学行ってテニスしようと思ったんですけど、はい、悪い方向に行ってやめてしまいまして遊び歩いてたら30なれになってまして、で3年前ですね、あの復帰して、うん、あ、そうなんですね、はい、もうだから実質テニス歴3年みたいなぐらいです、まあ、なんとかあの徳光さんと一緒に修行させていただいてここまで来れる、まあ、ちょっとびっくりしてるんですけど、まあジュニアの、私とも出てるぐらいまでにはちょっとなってきたんで、今日お邪魔させていただきますけど、その、はい、テニス愛がすごく伝わってきますね、はい、その中でね、あ、さっきの質問の話よろしいですか、はい、もう普通 あの全然面白くない質問かもしれませんけど、はいはい、このファーストテニスアカデミーの由来みたいなの何かあるんですか。あの、はい、まあ、スペルは違うんですけど、はい、まあ、テニスで大切なのはファーストサーブだとか、あ、で、あの、まあ、はい、早いとか、はい、一番のとか、はい、いろいろじゃないですか、はい、だから、まあ、いろいろ候補あった中でもう忘れちゃったんですけど、はい、これにしました。あ、はい、あ、そうですね、あの、やっぱりあの先ほどちょっとまあちらっと練習してるところを見せていただいたんですけど、やっぱりあのすごいなと思ったのは、やっぱり子供たち、まあジュニアの子たちに考えさせるような指導方法でやってるのがすごくよく分かった。どうなんだろうな、そう、でも、ね、結構私自身はやっぱりそのじれったくなって先に回答を言ってしまうことが多くて、あとなって、もうちょっとって、多分うちの子たちはすごく本当に、まあ、勉強も頑張る子ですし、うん、練習もすごく真面目なんだけど、はい、何が足りないかっていうと、うん、こう、まあ、自発的にとか、自分で考えて答えを導き出すことに、はい、やっぱりちょっと足り、あの、なんとか物足りなさを感じて、うん、その背景にはやっぱり私の、やっぱりちょっと 先にこう言ってしまうと、イライラしゃって言っちゃうのが、あるかなって思うことが多々あるんですけど、でもその時間のこととか考えるとつい、まあ、っていう、まあ、はい、これいい番組だね、いい番組だなちょっとあれだね、もう逆に我々も本当にためになるね。そうですね、うん、ね、あの今あの杉澤さんがおっしゃる通り、私たちもあの練習で何が足りないかとかっていうのは、うん、こう考えるんですけど、やっぱり実行できないというか、言われてやっぱり分かることも多くてですね。でも私もほら、これテニスは自分の仕事としてやってるから、まあコーチなんてみんな自分が一番正しいと思って いないとやってられない仕事なので、まあそれが松岡修造であろうか、はい、はい、直美ちゃんのコーチだろうか、そうですね、はい、はい、なんで、まあコーチはね、もうみんな言うことがそれぞれ違いますよね。だから、その誰を、まあ、この子たちがどこまで私のことを信じてるかどうか分かりませんけど、まあ、そこに行ったらそこのコーチの言うことを聞くしかないじゃないですか。はいはいはい、はい、これ非常に今、まあ、特別チャンネルの中では今久保田テニスって言ってね、はい、そこを今、まあ、実際ひらくんなんかは本当に久保田テニス信者さん、本当にあの福岡まで、はい、あのレッスン行くぐらい、そうですね、あの、まあ、そんな中なんですか、あの私は本当公平な立場で、そのまあいろいろ久保田テニスの中でこう肯定したり批判したりっていう、まあ結構そういうのを私見てきたもんですから、実際その自分でやってみてどうなのかっていうのを皆さんと一緒に考えたり悩んだりお届けしたりっていうのが今ちょっとそういうあのプランで今やらせてもらって、具体的にどうですかね、あの
ちょっと薄く握られてる方、はいはい、あのまあまあね、あのは比較的、まあそうですね、完全に否定じゃないような気はしますし、はい、厚く握られてる方はどうかなっていうのは簡単な括りではあるんじゃないでしょうか。でしょうね、はいはい、あの久保田さん自身もショートグリップ薄いので、はい、あのコーチをやる上では多分あのまあいいのかなって、うんうん、私はでも考え方ちょっと違うんですけど、でもさっき言ったように、はい、そのコーチは自分のオリジナルというか自分の考え、まあ、人から学ぶことももちろんあるんだけど、自分の考えがあってそれを生徒さんに伝えるっていうのも仕事なので、はい、久保田さんの考え方を私はこう自分は違くても別に否定してるわけじゃなくて、もちろん久保田さんのことをいいって言ってらっしゃる方もいるわけだから、はい、確か2万人ぐらいいますよね、登録者数。そうですね、ということは少なくとも国内、私よりも久保田さんのことを崇拝してる方の方が、崇拝っていうか、いいって思ってる方が多いわけだから、それはそれで、はい、いいと思います。ただあの、結局例えば野茂のトルネード打法とか、はいはいはい、イチローの振り子打法とか、はい、多分、うん、結果が出たから脚光を浴びて、はいはいはい、あのそれを真似する、はいまあ、少年とかプロが出てきた、はい、とも同じで、例えばそのジョコビッチが、はい、久保田さんの打ち方してれば、多分雑誌もバコンって言われて、そうですね、はいはい、これだってなるんでしょうけど、あのだからその久保田さんのテニスを肯定することを本当に考えるんだったら、やっぱり それが試合、それで結果を出す子供だったり大人だったりっていうのが出てこないと説得力がない。そういう意見結構皆さんおっしゃってる、うんうん、ただこれごめんなさい、これアップしていいか分かりませんけどあのジュニアがやる打ち方ではない、うちはジュニア女性がやる打ち方ではない、はい、と思います、はい、だから、まあ、九州行って九州の選手見ても、全国大会行っても九州の選手でそういう打ち方してる子は一人もいないので、はい、ただ例えば体に優しいとか、あのやっぱりなんだろうな、うーん、ちょっと言い方難しいな、はい、私がちょっとフォローさせていただくと、はい、私の考えですけど、あの久保田テニスはあのベテランになってから、うん、足がちょっとあんまり聞けなくなって、あの、まあ、それ言うとまた怒らん、うん、ね、信者の皆さんに怒られちゃうんですけど、ちょっと上半身だけでやるしかないっていうのにはいいかなと思って、はいはい、まさしく私もそれ思ってました、はい、要するに、彼は下半身のことあんま言わないんですよ。そうです、ね、動きのことは言うんだけど、はい、でも、まあ一般的な、はい、あのコーチ、はい、でまたはジュニアで結果を出しているコーチなんかは、はい、やっぱり地面からのエネルギーを使えるっていう、うん、地面を蹴ると私も結構言うんですけど、はい、あとは体を回転させてとかって、はい、で久保田さんの場合って、はい、まあどちらかというとね、あの最初 のオープニングの壁打ちなんかも見ても、下半身はもう、まあ、なんなら棒立ちっていうか突っ張ってて、上半身だけでこうやってうまく打ってるんですよ。でもあの方結構テニス上手いはずなんですよ。そうそうそう、綺麗だし、はいはい、できなくなかったりするんじゃないでしょうかね、うん、あの実際しあ、いや、そう思います。私も、この子たち相手するときは、もう薄く握って棒立ちで打ちます、はいはい、だからあれはやっぱテクニックの中では絶対必要だと思うので、だからあの彼を否定することはできない、はいはい、うん、これ今日ね、本当にこれだけあの何ですか、ダイナミックスでさあの この話してくれて、多分ですけど、私のチャンネルの視聴者さん、いろいろコメントくれると思うんですよ、ね、文句言われたら、いやけど本当にね、文句言ってほしいぐらい、あの盛り上げるには、そうじゃないよとかっていうのがまたあの面白かったりするとは思うんですけど、ただね、はい、信者さんとしてはどうなんですか。あの、まあ、私も、まあ、まだかなりなんちゃって、ホタテに生徒なんですけども。あの一つだけですね、まあ、あの下半身の、まあ、中学校の軟式テニスもそうでしたけど、下半身の力を使って打ってとかって、まあ、習ったんですけど、まあ、大体にして私ちょっとできなかったんですよね、その下半身を船に使ってっていうことが、私がやってできるの中学生それだけでできるのですけど、高校の頃もですね、まあ、ちょっと厚いグリップで打ったりしてたんですけど、あの私どうも厚いグリップすると、面がどっち向いてもさっぱり分かんないんですよ。
でとあの薄いグリップになると手のひらで握ってて、うんうんうん、どっちにあるかが分かってて、私あの緊張するって言ってましたけども、バックはちょっとやっぱりダメなんですけど、フォアはどんどん緊張してる場面に打てるんですよ、うんうんうん、まあ、それ薄いからっていうのがあるかもしれないですけど、もう手のひらと同じですから。そんで久保田テニスで今あのパワーは上半身って言いますけど、ここの胸で打つっていう感覚がすごくあって、うんうん、あの何ですか、薄いグリップでも思いっきり強打する自信はあるんです、うん、あの、はい、うん、なので先ほど徳光さんも言われたように、はい、薄いグリップの人には多分その、まあ、ストレートアームも含めて適してると思います。もう一つそのこれいいなと思うのは怪我がないなかったんですよね。勝った時肘と、あ、最初私復帰した頃厚いグリップだったら肘何回も痛めてた。多分これ持論でいいですか、はい、私見たことないんですけど、はい、あのラケットで振ってなかったんだと思います。あの要は私この子たちによく言うんだけど、若いこうその映像だけで見てたパンチャとか、はい、ジュニアとかってやっぱりほら男の人ってやっぱり強い選手に憧れて強いボールに憧れるんですね。で例えばナダルがいればナダルのスピンに憧れる。で、要は本来だったら例えばこう打つのにそのラケットを加速させてスピンかけるのに、ここでこういう動きをする。ジュニアでもショートラリーなんかここからピンってやればいいのに、そうやってやる子がいるでしょ。であとは、まあ、例えば、ポリエステルのストリングが硬すぎたとか、でラケットが合わなかったとか、そういうのももしかしたらあるかもしれない。だから打ち入ってる子はいないんですよ。はい、胸打ち、はい、胸打ちっていうのが私やっぱりね分からないんだけど、胸打ちが何に衝撃くるんですか。分からないんだよな。まあ、でも、分からなくないです。私レッスンの時ってこれぐらいのグリップでフォア打つんですよ、はい、でもうそれこそもうコックしてそのままこうやって打つんですよね、はい、でも自分のプレーの時って大体、まあ、昔はもっとこうだったんですけど、今もやっぱ薄い握りが習慣づいちゃったのと、薄いと膝曲げる必要がなくなるから、やっぱりさっき言ったようにちょっと下半身の力がなくなってきた日では、だから元プロとかって言ってもみんな薄くなりますよね。はいはいはい。ここであれですか、こうなんていうんですか、この辺自体がこう固めて、はい、胸打ちに自然となっちゃってくる。あの一枚岩なんですよ。一枚板か。一枚板。だからもうなんていうかな、もうここ変な話、もうこうやってるんです。そうで本当はあのテニス、まあ今っていうか、まあ、昔からですけど、要するに関節を使うっていう、ここで、まあ、慣性の法則っていうんですかね、はいはい、あの要するにこう電車を乗ってた時に急停止するとこうなるっていう、はいはいはい、それを使って加速をさせるので、肩関節、肘関節、手首っていうふうにやったら、こうならなきゃいけないのは、久保田テニスってどちらかというとここ一枚岩でここからポンとやるという感じだから、だからボールに強烈なスピンをかけるとか、ボールのスピードを増すっていう打ち方では適さないですけど、でも安定感ということに関しては、はい、私もだから自分のグリップで子供たちと例えばラリーとか試合するとばらつくんですよ、うん、だけどこうやってコックしてると、やっぱ今言ったようにブレがないんで、意外とこう、ただ難点は自分の、まあ、予測を上回るボールの回転とかスピードに対応しきれない、うん、それはよくあります、はいはいはい。そうですね、ブロスの私の担当しているコーチと打ち合うんですけども、うんうん、コーチですか、コイソコトロコーチさんですね、はい、コイソさんです、ね、衝撃的な速さで打ってくるんですけど、最近スピードに慣れれば合わせられるんですけど、最初はでもあいつを振ったら速いですよ。いや、とんでもない、はい、あいつ、あれです、あいつって言うじゃないか彼、私が、初めて全国大会に帯同した時のジュニアなんですよ。ああ、そうなんですね、はい、で、小学生大会で彼が1回勝ったら錦織選手できたんですよ。おー、そうだったんですか。確かで、見た時すごかったですよ、その錦織くん。小学校6年生の時の錦織くんを見たのは多分私ぐらいじゃないですか。同い年ですか。やつ、彼は5年生、6年、やばいですね、やつって5年生、5年生、6年生、2年連続出てしませんよ。いやいや、2年連続出てるので、彼は、はいはい、だから多分5年生の時かな、はい、西氷、今31ぐらいですか。そうですね、はい、もう31かな。です、ね、要は試合会場でこう上からこうやって試合を見てたら、すっげえうまい、これいるなと思って、うん、はい、
でパッと見たら泥番号1番で、うん、錦織、錦織 K って、うん、いや普通そう読みますよね。すごいなと思って、で当時もうトップスピンがもう超流行ってて、みんなこんな曲でしたんで、もうムーンボールを打ち続けて、ミスを誘ってポイントを取る。でも今の彼って結構まあちょっと厚めですけど、その時の彼はとにかくね、すっごいシンプルなんですよ。ジャンプしない。で、とにかく自分から仕掛けない。だから多分もうその見てる世界が違ったんですよね。彼だって小学校2年生の時から島根県のチャンピオンですからね。で2年生から小学校2年生もう上の子たちに勝ってた、はい、そうそう、小学校6年生以下の県の大会で2年生の時からずっと優勝、2、3、4、5、6、5連覇。すごいですね。だってジュニアの小学校ね、もっと上の子たちに勝たなきゃいけないってことだね。で、とにかくこう目線を動かさずに相手を打ち込んでくる子、ストレートに切り返すのを待ち構えるんですよ。クロスでずっと打ってて、向こうがもうしびけてストレート打ってきたのをカカーンってカウンターで打って、それでエース。だからもうテニスの次元が違いました。はい、ただその2年後に全国選抜っていう試合で千葉で見たんですけど、もうそれはもうアメリカ行った。もうその時はなんか今の彼のベースのテニスをしてました。だからその最初から飛び上がって打ってたわけじゃなくて、彼もやっぱり多分、地味な練習を繰り返ししてたんじゃないかなっていうことで、彼が出身の島根のクラブのオーナーとも話したことあるんですけど、やっぱり入ってきた時からちょっと違ったって言ってました。でもそれを言ったら小磯幸太郎コーチもそうですよ。初めてラケット握った時にショートラリーできましたから。あ、そうなんですか。はい、私が見たジュニアの中でも多分5人ぐらいそういうのがいるんですよ。あ、もう一番初めて見た、はい、もう要はこう目で捉えたものを体でこう再現できるっていう、はい、だから彼も真面目にやってたら相当いい選手になってましたよ。いやいや、ね、すごいいい青年に成長してね、はい、まあ、表向きか表向きですけど、引退間際の、はい、うん、本村選手とか鈴木孝雄選手がいまだに相当強いですよね。そうですよね、そう考えたらまだうじゃうじゃいますね。います、はい、ただその試合に出てくるか出てこないかは別にして、化け物いっぱいいますよ。確かにそうだよね。今だって35や36なんて、はい、だってフェデラーだって、そうですよね、39ですよね。そうですよ、今日フェデラー見てますよ。決着しますね。そうだったら、あ、私の友達のロジャーですね。ロジャー。俺も今ちょっと携帯電話すればちょっとすぐ出るんですよね。子供たちいるから別に変な話、勉強してんのか、変な話するわけじゃないんだけど、なんかちょっと軒坂秋元真奈ちゃんファンらしいんですけど、私ね、おにゃんこクラブが自分中学生の時です。私はもうあれでしたね、幼稚園とかその辺。そうですよね、はい、だからあんまりね、でテレビもあんまり見ないので、はい、でも好きなタレントとかいませんか。あのね、はい、全場アナウンサー、あ、わかりました。 NHK の NHK から TBS に移った。わかりました、はい、方はなんか、はい、可愛らしくて好きです。年齢そうだな、多分40半ばぐらいですか。そうですね、すごくいい感じの、わからない、ちょっとだから後で検索します。そうですね、すごい清楚な方で、ね、綺麗な方で、頭良さそうな女性、はい、東大出身の子の近くも、おそんな感じの、ちょっともう平君とはタイプいや、あれですよ、そうじゃない、いますよ、うちのジュニア顔が一番って人。いや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 、だいたいジュニアの顔がつってだからこの子たちぐらいだと今アイドルっていうか何なんでしょうね。何？ジャニーズとか。あ、ごめんごめん、ごめんたち少年隊。ごめん、分かった。少年隊違う、違う、違う、分かんないですよ。要は乃木坂みたいな、AKB とかじゃないの？男気です。うん。乃木坂好き？いや、僕はバンドの。アレキサンドロスだ。ああ、ちょっとやっぱ結構渋いところね。もう今ジュニア、やっぱ逆にジュニアがそういうこと言ってんのに秋まとまった。40のおっさんが。そうですね。でも可愛いけど。そうですよね。意外とあれなんですね、ダイナミック鈴沢さん。
ちょっと意外でした。え、何がですか？いやいや、そっちのほら、女性の方があんまりその、あ、まあ、はい、あの、もうテニス、テニス、あの、ずいぶん、ずいぶん長いこと独身なので、一回独身じゃなかったことあります。はい、まあ、今日の、あの、お疲れ様でした。ありがとうございました。お邪魔させてもらってありがとうございました。ありがとうございます。ほら、今日のレッスンだけで、あの、一つサーブだけ、あの、一言アドバイス、もう他にアドバイス、俺としてはないので、一つ、あの、言うなら、あの、何、あ、ケンセイ君。はい。サーブ、あの、もうレベルが高く上がれば上がるほど、もう一種類、スピード遅くなるのか、スライスになるのか、あのスピンになるのか、それはご自分で決めていただいていいと思いますけど、あの野球でもフォークでもカーブでもあるように、あの速ければいい、スライスずっと同じサーブっていうのが、あの俺守ってる側からするとあのずっと慣れてきちゃうので、まあ、今日ね、今日のこの時間だけではあの分からないですけど、あのさらにレベル上げるにはもう1種類、2種類あの勉強して、あのサーブの種類をっていうのがちょっとアドバイスしたいところでした、ね。はい、頑張ってください。はい、あの私から、まあ、先生のレベル上でアドバイスなんておこがましいんですけど、やっぱネットプレーがも、いや、いい感じになってるんですけど、はい、もうちょっと安定するように、もっと上手くなるような気がするんで、はい、あの攻めていくとき、すごいボレーも、あのディフェンスのボレーもすごい上手かったんで、あの前なんか攻めですか、はい、そこを頑張ってもっと磨いていくとすごくなる。はい、今でもすごいけどね、はい、怖いんですよ、やっぱりあの何ストロークがあの立派なんで、すごいですよね、それでプラスあのボレーに出てこられると、いや、もうすごい、もうやりようねえなって大人でも、ね、そう思ってきちゃうんで、はい、その次に多分慣れると思うんで、ほんで仮に失敗されたとしても、うわぁ、前出てきたよって、じゃあやることねえじゃんってなっちゃうんで、ね、なりますね、じゃあロブか、あ、スマッシュ決められたか、はい、ってのはあると思うんで、いや、もう、ね、オールラウンドプレイヤー、はい、いやー、はい、いいな、俺もそれを目指したいんだけど、はい、慣れると思うんで頑張ってください、はい、ありがとうございます、ありがとうございました、はい、今日ありがとうございました、ありがとうございました、日比麻代っていう選手知ってる？知ってる？日比麻代っていう選手、今の、時代にはなかなかいない女子なんだけど、スライス、バックスライスでサーバンダッシュすることもあるし、リターンダッシュすることもあるし、だから例えば、まあ、大人の方の、まあ、いわば王道じゃないじゃない、邪道とは言わないけど、やっぱり大人のいやらしさを持ってる人たちとできるっていうのはすごくいい機会で、なんなら自分が不得意だろ、うん、この前もほらあまりなんか泣いてたから全部こうやってやられる人でした、うまくいかない、でもそれもテニスだからね、だから結局、さっき言ったように、これここで勝ちたいっていう試合で勝つために練習してるわけだから、でそれでじゃあその相手がいたらどうするんだよ、ジュニアにはいないとかさ、そんなのやっぱり考え方として良くないよね、ジュニアにはいないからやらなくていいとか、いろんなプレーをするべきだからさ、だからあのストロークやればもしかしたら勝つかもしれないけど、試合やったら負けるかもしれない、だから、こういう機会っていうのは非常にありがたいし、まあ俺一人よりもこのお二人がいてくれた方が場も明るくなるし、うん、だからぜひまた来てもらえるように、あのテニスコートだったら元気を返してください、はい、何かありますか、ありがとうございました、今日はいつもの練習と違って自分たちも緊張したし、そうですね、逆になんか子供たちのパワーもなんかもらって、またなんかテニスが楽しくできるように、う、ね、はい、またあの何ですか、杉澤さんのまたいろんなお話も聞か、はい、ね、聞かさせてもらって、ちょっとまた我々自身一皮むけたような感じがしますの で、まあ今日ね、夕方また夜ぐらいにはちょっとあの何ですか、アップしたいと全世界に、まあ多分今日フェデラーとジョコビッチを見るって言ってたんで、あのまあね、まあ機会あれば見ていただければと思います、ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました、すごくあの皆さん、まああのテニスうまくて、私も最初本当ビビってバック打てなかったですけども知ってましたけども、あの非常に練習になりました、あのこんなの言うのもあれですけど、私も、まあ、おじさんですけども、まだまだ伸びると思ってますんで、皆さんよりも伸びると思ってやってますんで、あの皆さん頑張ってください、はい、あのまたあの機会があればぜひ、はい、ぜひ参加したいと思いますんで、よろしくお願いします、ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました。